経済学批判要項は、カール・マルクスが1857年から1858年にかけて執筆した経済学批判に関する一連の未完の総考のことである。執筆された時期から1857から58年の経済学書総考などとも呼ばれる。また、ドイツ語のタイトルからグルントリッセと通称される。 マルクスは亡命生活を始めた1843年、アキライ、経済学、哲学、革命論などの研究を行い、パリノート9冊、ブリュッセルノート6冊、マンチェスターノート5冊などが残されている。1849年にロンドンに亡命してからは、共産主義者同盟などで政治活動を行うかたわら、毎日のように大英博物館図書館へ通って、 研究を続け、1850年9月頃から1853年にかけて、ロンドンノート24冊を書き溜めていた。1857年夏頃からマルクスは、経済恐慌と革命の到来を予想して、研究をまとめ始め、実際に起こった1857年恐慌の中で、1858年5月までに、ノート7冊に及ぶ倉庫を一気に執筆した。 なお、このノートはあくまでも総工であり、交換を意図して書かれたものではなかった。この総工は、バスティアとケアリ、経済学批判要項への除雪、経済学批判要項及びその他の諸総工からなる。その内容は、マルクスの亡命以来の15年間の研究成果であるとともに、それまでの後半で雑多な議論ではなく、経済学批判を軸として、 自らの研究を本格的にまとめたものであった。総合は、生産、分配、交換、阻害、価値、労働、資本主義、技術と機械化の進展、資本主義以前の社会構成体、共産主義革命のための前提条件といった、マルクスの経済学、思想の重要な部分をカバーしている。マルクスは、本文の一部である、貨幣に関する章をもとにした。 現書校を執筆し、さらにこれを開校して、翌1859年に経済学批判を出版した。経済学批判の助言で述べられる、資本、土地所有、賃労働、国家、外国貿易、世界市場の全6部からなる経済学批判の著述計画は、1857から58年の経済学総校の執筆の中で構想されたものである。 その後、彼の研究の進展を受けて、この計画は変更され、1867年に資本論第一巻が出された。したがって、この総行はマルクスが本格的にまとめた経済学研究の最初の成果であり、経済学批判を経て、主張、資本論へと至る彼の経済学研究の中心部分の構想を展開した最初の原稿とみなされる。他方で、 経済学批判や資本論には反映されなかった議論もあり、この総工の独自の価値も存在する。マルクスの死後、ソビエト連邦において、全連邦共産党中央委員会付属、マルクス・エンゲルス・レーニン研究所がこれらの諸総工を、経済学批判用語と名付けて、1939年、及び1941年にに分冊として出版した。 この二分冊は1953年に写真複製版合本で東ドイツのディーツ出版社から出版され、交換に知られることによりこの名前が定着する。それ以来、マルクスの初期の著作である経済学、哲学総合、ドイツイデオロギー、共産党宣言と主著である資本論を媒介する文献として多くの研究、議論が行われている。この総合が学者、 思想家に与えた影響は非常に大きい。フランスの哲学者のルイアル・チュセールは、総合と資本論を比較する中で、マルクスの諸著作を全体として守備一貫したものとみなすのではなく、マルクスの思想に価値形態論の断絶を見出した。それは、マルクス・レーニン主義を含む従来の様々なマルクス解釈を批判するものであった。また、 イギリスの文化理論研究者のスチュアート・ホールは、総合の序文に特に注目し、いくつものゼミナールを持つとともに、論文、マルクスの理論ノート、1857年の序文を読むへと結実するなど、カルチュラル・スタディーズにも大きな影響を与えた。このほか、アントニオ・ネグリのように、資本論よりも重要視する思想家も存在している。除雪については、 この総行の議論の見通しや方法が書かれているため、経済学批判の付録として出版され、重視される場合が多い。例えば、ソ連共産党、マルクスレーニン主義研究所と、ドイツ社会主義統一党、マルクスレーニン主義研究所が制作した、マークス、エンゲルズ・ベルケでは、経済学批判と同じ巻の付録として収録されている。日本語訳でも、岩波文庫版及び、 国民文庫版で付録として、除雪が収録されている。総工の一部である、資本性生産に先行する諸形態は、経済学批判助言で示される、私的有意物論の定式の元ととなった文章であり、歴史学を中心に特に注目された。ソ連では1939年にロシア語訳され、国際的に行われていた、アジア的生産様式に関する議論に影響を与えた。 イギリスの歴史学者のエリック・ホブズ・ボームは、初形態を英訳して、長文の解説論文を執筆し、資本主義以前の歴史の発展段階は、単線的なものではなく、複数のタイプが存在することを主張した。新名が、マルクス資本論総講習1及び、同2に基づく。英語版ウィキペディアより、全訳のみのリストであり、部分訳は載せていない。ムスト、マルチェッド、 カール・マークス、S ・グランドラス、ファウンデーションズ・オブ・ザ・クリティーク・オブ・ポリティカル・エコノミー150、イヤーズ・レーター。日本語訳は、経済学批判要項の前訳が2つ、その他、経済学批判要項への除説、資本性生産に先行する処刑体の翻訳が、複数ある。タイトルの日本語訳も一定しておらず、文献によっては、経済学批判対抗経済学批判除説、 資本主義的生産に先行する諸形態などとするものも見られる。上に述べたように、除雪については、経済学批判の付録として扱われることもある。2015年現在、手に入りやすい版は岩波文庫版、ホブズボーム版、新日本版、マルクスコレクション版である。また、大月全集版や、マルクス資本論総講集1から2巻は、多くの大学図書館が所蔵している。 ありがとうございます。